金芝居は、音切り草おとぎり草続の反略用小帝木。本種のことをヒペリカムということも多いが、ヒペリカムは音切り草続のラテン名であり、必ずしも本種とは限らない。中国中部の原産で、江戸時代の法歴10年に渡来したと言われ、古くから鑑賞用として栽培されてきた。花の形がよく、梅に似ており、 色が黄色であることが、名前の由来である。花数が多く、公園樹や庭木、地方移を植え込みとして、北海道を除く日本各地に植えられている。また花は花材にされたりもする。半落用紅葉樹の小低木。樹高は1メートルほどで、株立ち状に盛んに枝分かれして、緩やかにしだれる。葉は耐性で1本の枝に6から7体付き、葉身は、 長さ2センチメートルほどの日張り形。暖かい地方では落葉しないことが多い。花期は初夏。花色は鮮やかな黄色で直径3から4センチメートルの五弁の花を次から次に咲かせる。花弁に厚みと光沢があり、一束60本のおしべを5束持つ。美容やなぎのようにおしべは長くない。金煙種に生洋用金芝居がある。日向でも 半日陰でも丈夫に育つ。株分けですぐ増やせる。移植後地上部が枯れ込むことがあるが、あまり心配する必要はない。あまり剪定の必要はないが、小さくしたい時は強く剪定しても耐える。冬が適期。金芝居は下水性で、おしべは花弁より短く、あまり大きく開かない。園芸品種であるヒペリカムヒドコートでは、大輪の名にふさわしく、 花びらが大きく、全開する。ヒドコートは、ヒカリシナムの三種間雑種で昨今では、金芝居と混同されているが、全く別の植物である。また同じ、ギリ相続のヒッペリカムカリシナムやビオヤナギは、おしべが長い。ありがとうございます。